皆さんこんにちは仏教大学2024年度入試概要説明を始めます今回は入試ガイド2024をもとにご説明いたしますので資料をご請求いただいた方はお手元にご用意ください資料をお持ちでない方は 概要欄からダウンロードいただくことも可能です入学試験は大学ごとに様々な種類がございます仏教大学の入学試験においても試験科目や試験時間など方法が異なる様々な制度を用意しています本日は仏教大学の代表的な入学試験についてご紹介します様々な入試方法の中から 自分に合った入試方法を選んでこれからの受験勉強に役立ててくださいこの動画でご紹介する入学試験は総合型選抜自己推薦制学校推薦型選抜公募制の2つですそれでは総合型選抜自己推薦制について説明します入試ガイド5ページをご覧ください それぞれの学科において特色ある選抜方法を実施して総合型選抜自己推薦制はえ皆さんの熱意、個性、そして将来への可能性等を評価する入試制度です選考は2段階で選抜します一次選考は書類審査二次選考は面接やグループディスカッションなど 学科ごとに多様な選考方法で判定します二次選考に合格すれば必ず入学することを前提とする専願制の入試制度です昨年度の試験科目です学科により内容が異なりますので参考にしてください仏教大学で学びたい意欲と関心が 学部学科の内容及び求める学生像アドミッションポリシーとマッチしているかを確認します。是非高校生活での頑張りや教科の学力だけでは測れないあなたの優れたポイントをアピールしてください。なお出願資格や提出書類選考方法の詳細は7月中旬に Web サイトに提出予定の 入学試験要項にてご確認ください。次に学校推薦型選抜・公募制について説明します。入試ガイド7ページをご覧ください。ポイント1つ目は入試日程についてです。受験チャンスは最大で6回。試験は11月21日、22日。 23日の3日間実施します各試験日とも午前と午後の2回実施します試験日・試験時間は自由に選択できます午前だけ・午後だけ午前と午後両方受験することもできますまた、6回のチャンスについて同じ学科を繰り返し受験することも違う学科を受験することも可能です ポイント2つ目は、試験会場についてです。全国11会場で実施します。本学は紫のキャンパスで実施します。ポイント3つ目は、試験科目、配点・回答時間についてです。試験科目は、基礎能力試験2科目です。回答用紙はマークシート。正解番号を塗りつぶす回答方法です。 英語と選択科目の国語もしくは数学の2科目を80分で回答します。つまり80分以内に英語と国語もしくは英語と数学の2科目を回答します。国語は現代文のみ出題。古文漢文は出題しません。数学は数1・数 A の範囲から出題します。 一科目に時間をかけすぎると、残りの科目を解く時間が足りなくなるかもしれません。ペース配分が大切な入学試験です。なお、選択科目、国語もしくは数学は、試験当日に問題を確認してからどちらを回答するかを決めても構いません。ポイント四つ目は、判定方法についてです。 入試ガイド8ページをご覧ください合格判定は基礎能力試験の特典英語と国語もしくは英語と数学2科目200点満点を使用しますこちらを基礎評価方式と言います希望すれば判定方法を追加で申し込むことが可能です基礎能力試験の特典200点満点と調査書記載の 学習成績の状況を20倍したものつまり5段階評価最高5点を20倍し100点満点にしたものの合計300点満点で判定しますこちらを総合評価方式と言います全員に対して基礎評価方式で判定を行い希望された方には 基礎評価方式と総合評価方式の両方で判定します。6回の受験チャンスに総合評価方式を追加すると最大12回の合格判定を受けることができます。高校での成績を生かしたい人は是非総合評価方式の追加を検討してください。ポイント5つ目は「閉眼」についてです。 併願が可能な推薦入試制度です。複数学科の併願、多大学との併願も自由です。試験日、試験時間を変えて同一学科、異なる学科の併願もできます。本日紹介しました入学試験以外に仏教大学ではこのような入学試験を実施します。詳細は入試ガイド十六ページ、並びに。 各入学試験要項をご覧くださいまた、大学案内や入学試験要項、入試問題集など受験に役立つ情報も完成次第皆さんにご案内していきます入学試験に関する情報は仏教大学入試情報サイトをチェックしてくださいオープンキャンパスへのご参加もお待ちしています 以上で、仏教大学、二千二十四年度、入試概要説明を終わります。ご視聴、ありがとうございました。